えー、こんにちは昨日はですね町内会の草刈りに行ってきましたねで草刈りっていうのはあのこうやってね鎌を持ってみんなでね集まって20人とか30人で集まってカサ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 切るのかなと思っていたんですよで当然今まではそうしていましたで切るのかな嫌だな面倒くさいな時間かかるなとかね大勢集まるなと思ってたんですよで行ってみたらね草刈り機こうねバリカみたいなのがガ、えーンってあるじゃないですかあれを出してきてあれで ちょっと試しにやってみよようかっっってて話になったんですよです試しにやってみるともうねなんか10人分ぐらい作業がブワーッと進むんですよでそれを見てあの何人かのね、まあ、人たちで取り囲んで「うわこれすごいね」とこれをあと23台買おうよって話になったんですよで1台あたりが高いんだよってかね8万円ぐらいするんだよっていう形になりましたけどもいやそれでも買いましょうみたいなことになったんですよこれはねすごくあの今まで無駄をしてたなっていうのが その草刈りをするって名目で集まるのはいいんですけども、集まるのが20人とか30人なんですよ。で、1時間とか2時間やって、ほとんど草刈り終わんないんですよ。でも、形だけやったってことで、じゃあまた来月集まりましょうみたいになったんですよね。でも、草刈り機を買うことによって、多分これね、そんなに人いらないんですよ。まあ、3人とか4人集まればいいんですよ。しかもそれ1時間もかかんないんですよね。なんだったのこれは、と思いますよ。 でここで言えるのは皆さんの仕事の中にもお金をかけた方が安く済むものがあるんじゃないですかってことなんですよね私は町内会っていうのはあの非常にですねアナログで新しいものを取り入れないそして目先のお金をけちることによってものすごい膨大な手間をかけて結局は人件費ってものをむちゃくちゃ無駄にしてると思うんですよ貴重な日曜日の朝とかにね、えー、お仕事がある方もない方も都合をつけて集まってくるとそして空き地の 草一面すら刈り取れないっていうねしかも夏場っていうのはものすごく熱中症のリスクもあるわけですよいやこれは何なのかなと思っちゃいますよねだからどん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 文明器を使って瞬間的にはコストがかかるけども結局は人間が失ってきた時間を取り戻すかできることができるってものねどんどん導入した方がいいと思うんですよねそういう意味ではあの今 LINE グループとかねメールマガジンとかこの動画っていうのはありますよね これ、町内会に入れるだけでむちゃくちゃセンサー性上がるんですよ。ただ残念ながら、町内会に関わってる方っていうのは、ご高齢の方が多いんで、えー、メールアドレスとかね、スマホとか、インターネットとかっていうのを、まあね、使わないんですよね。使ってないんですよ。まあ、ですんで、時代についていけない人が時代の足を引っ張るっていうね、結論になってくるんですよね。うん、だからね、この草刈り機からね、あー、これはまずいなと。で、同時に自分も思うわけですよ。今70代、80代で、 スマホを使ってないとかねメールアドレスを持ってないとかインターネットが生活に入ってない方っていうのはどういうことかっていうとインターネットが出てきたのって30年ぐらい前なんですよねそれと同時にメールアドレスってできてるんですよだから70代80代の方が30代とか40代の時にやらなかったつけが30年40年経った今でも来てるってことなんですよねだから私もね今40代です 今やってることをそのままね70代とか80代まで使えるようにしていかないといけないと思いますし私が今の時代に今度ね 5G とかって生まれるじゃないですかじゃあ 5G って何なのかってことを理解したりとかしてそれを70代になっても80代になっても使えるようにしていかなくてはならないかなというふうに感じるんですよね。 うん、あっという間に時間時が過ぎますよねそういえば iPhone が出てきて 3G とかねあんな時からさあどのぐらい10年ぐらい経ったんですよね2009年ぐらいに私は Twitter のアカウントを作りましたからね2009年に Twitter のアカウントを作ったってことは2009年までに私はスマホを持っていったってことなんですよで今は2019年が終わろうとしているんですよねだから私 Twitter 歴が10年 YouTube 歴が十数年ってことになってきます でこれからもねツイッターとか YouTube ってのを10年経っても使ってると思いますし20年経っても使ってると思うんですよ、えー、そして今10代とか20代のお少年少女たちがね新しい何に触れてるのかなってことをよくよく見ていかないともしかしたら TikTok があ30年後にね70代80代にブレイクしてるかもしれないですよ、ね、だって今の30代40代が30年経ったら70代80代とかになってくわけですからね、まあ、そういう意味でえー 足を引っ張るののは誰なのかなかと時代についていけない人が時代を遅らしているっていうことなのかなと思っちゃうんですけどね。以上です